ふふ、妹たちを欺き、やっと一人になれたよ。さて、かすみちゃんと連絡しようかな。ふふふ、やっとゆっくり連絡が取れるねー。このまま行ったらもしかしてデートとかしたりして、それで付き合ってみんなに紹介してー。ブフフ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 。その汚い妄想はそこまでよ。この声は、妹、かっこ青い方かっこ閉じ。うわ、眩し。もう、ずっと寝ていないで今日もゲーム実況するわよ。また僕とかすみちゃんの連絡を公開処刑するつもりだな。ゲームでしょうが。ほら、バカなこと言ってないで早くみんなのところに行くわよ。はい。それでは、僕とかすみちゃんの連絡を公開しちゃいましょう。やっと起きたの。私が起こしに行ったら変な笑い声が聞こえて不気味だったわ。行かなくてよかった。でも、前回はいい感じだったからもしかして言ってね。は、そんなわけないでしょ。身の程わきまえなさい、ダメ虫。ふふ、それなら今回は僕の女落としのテクニックを見せてあげよう。いないわ、女の敵。くね、はは、冗談でも言っちゃいけない言葉には世の中にはたくさんあるんだな。みんな、気をつけようね。じゃないとこんなうつ虫みたいになるわよ。それじゃあ早速かすみちゃんと連絡取ってみようかな。そういえば前回の最後に連絡が来てたんだよね。それを今の今までスルーしてたなんて。それは待てないわ。ねえ。ふふ、安心したまえ。リアルでは一週間でもゲームだと一瞬さ。ゲームの女の子を一週間も待たせるとかありえないわよね。ひどいわよね。もし私がされたら悲しくなっちゃうな。ほんと、自分勝手な男って嫌よね。ねえ、もうそれ勝てないよね。女の結束ほど怖いものはないよ。それより、今回はどんな返事をするの？ここは優しくフォローしてあげたらいいんじゃないかな。いや、むしろ責めるのもありかもよ。絶対に僕の不幸を見て楽しもうとしてるよね。とりあえず、優しくフォローしました。好感度全く上がったね。あとはまた次の返信が来るまで待つだけね。そうだけど、今はハートが溜まってるからタップして早く返信をもらってくるよ。変身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 来た。なんかさっきのうつ虫怖かった。おうか、あんな人には絶対になってはダメよ。アリスのある意味人のこと言えないわよね。私のマリサへの愛は本物よ。うつ虫みたいなうわっつらの恋愛とはわけが違うわ。何を。そういえばおうかと結果は恋愛とかしてるの。してないよね。あ、そうですか。そういえば、大岡と結果で恋愛話とか聞いたことないね。そうねー、そんなことなかったからなくて当然ね。何よ。大岡。いやー、なんでもないよ。え、もしかして。あー、大丈夫だよ。ちょっと思い出し笑いしてただけだから。気になるなー。それより次の選択肢はどうする？いやー、ここはかすみちゃんのおかげを選べばきっとうまくいくよ。現実も毎回選択肢が出てきたらいいのにね、うつ虫。本当だよ、現実は甘くないよね。今回の選択肢で好感度が2増えたね。9% だけど相手は主人公に気がありそうよね。そうだよね。相手の会話からして 40% くらいはあると思うんだけどね。まあ、そもそも基準がわからないからどうしようもないんだけどね。そうだよ。このゲームは普通の恋愛なんか求めてないんだよ。え、それじゃあ何を求めてるの？恋愛という名の恐怖、かな。ヤンデレゲーだし。あ、ヤンデレゲーだってことすっかり忘れてたわ。であれ、他の女の人から連絡が来てるわよ。まさか浮気。待って、僕この岬っていう人知らないよ。でも確かにいきなり現れたわよね。ちょっと確認してみるね。ねえ、やっぱり浮気なんじゃ。たとえ浮気してたとしてもそれはあくまでゲームの中の主人公がしてるのであって僕がしているわけじゃないんです。でもその主人公を操作しているのはうつ主だから、最終的にはうつ主が浮気したってことになるんじゃないかしら。僕が浮気したことになるの？いよいよ、ねって何だかしら。浮気の第一歩かしら。それはやばいわね。ここはよくわからないからとりあえず気合入ってますね。にします。好感度が見上がったわね。やっぱり浮気する気満々じゃん。待って、僕話を合わせただけだよね。とりあえずかすみちゃんの返事をしないとね。運命だって、へへへへへへへ。はあ、こういうこと言っちゃう人ほど中身はあれなのよね。あ、わかるわかる。こんなのに騙されるなんて本当男ってバカだよね。あなたたち二人一体どうしたの？とりあえず返事をしていくね。どれがいいんだろう。あ、浮気相手から連絡が来たわよ。とりあえず、いつでも連絡してっていきます。
今回も好感度が2上がったわね。今のところ全部2ずつ上がってるわね。ゲームでは恋愛のエキスパートだからね。現実では恋愛の負け組なのにね。うそ。効果は抜群だったわね。学園祭の話をしてたんだね。あ、かすみちゃんからもう連絡が来たわね。よかったわね、うつ主。今すごくモテモテね。うん、僕、今すごく充実してるよ。そんな返事するうつ主。僕はわかるよ。ここは少し冗談を交えて話した方が好印象なんだよ。ということで、一瞬本音が見えましたけど、っていきます。おん、正解だったみたいね。でも、また他の女の子の好感度を上げちゃったね。修羅場に一直線ね。考えたくないね。かすみちゃんの方の返事をしようか。もっとお話ししたいだって、これは脳脈ありだよね。ああ、ちょっと私用事思い出したからちょっと帰るね。待って、後でアイス買ってあげるから、お願いだから帰らないで。ほんと、約束だからね。まさかわざと怒ったふりを。おうか、うまくなったわね。とりあえず、かすみちゃんに返事するね。この選択はもう一番下しかありえないわね。そうだね、下しかありえないね。って言ってる間に連絡が来たわよ。早く返信するね。よし、次の返事をしないと。最初はゆっくりできると思ったけど、なんか大変になってきたね。うん、気づいたらすごく忙しいよ。でも、これがうつ主が望んでたリア充なのよ。うん、これなら別にリア充じゃなくていいかな。確かに、うつ主にリア充は早すぎたわね。それを知っただけでもこのゲームを始めた価値があったよね。リア充がどれほど面倒くさいかの体験ができるゲームってなんなのよ。ここはあえて先輩を怒らせてみましょ。一番上、5。待って、好感度が。あ、好感度が上がらなかった。これは次の返事が楽しみだね。もしかしたらもう返事が返ってこないかも。それはちょっと。いいじゃない、修羅場を回避できたんだから、私たちに感謝しなさいよね。うつ主にはかすみちゃんがいるんだからそれでいいじゃない。そうだね、しかもかすみちゃんからデートのお誘いをいただいちゃったよ。どうしよう。うつ主、ここは冷静に考えなさい。チャンスを無駄にしてはダメよ。ちなみにみんなはどれがいいと思う？一番上かしら。一番下で、無理下で、そんな選択肢なんかないわよ。うん、一番上でいきます。へへん、私が正解だったみたいね。で、またあの女から連絡が来たわよ。壊してみたくないんだけど。すごく怒ってる。やっぱりすごく怒ってる。自分の姿のスタンプがあるってすごいね。私も欲しいかも。私は遠慮するわ。とりあえず、今回はここまでにしたいと思います。うつ主はこのまま突き放すことができるのか、それとも好感度を上げてしまうのか。負けるな、うつ主。弱気、ダメ、絶対。弱気じゃないよ。というわけで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。面白かったらぜひチャンネル登録お願いします。また見てくれると嬉しいんだぜ。他にもいろんな動画を出してますので、そちらもチェックしてください。絶対に見てよね。次の動画をお楽しみに。それでは、次回でお会いしましょう。さよなら。